れた日本の地方区分の国の一つである。別称は、丹州。五季八道の内北海道に含まれた。制定当初は、イブリ国とも表記された。国名の由来は、西明天皇の頃、安倍晋が、イブリのエゾたちを強和したという古事にちなむ。道南から道央にかけての地域に位置し、現在のイブリ総合振興局管内の全域。 都東総合振興局管内のおしゃまんべ町と、薬萌町の内九区前市町を除く部分、尻り市総合振興局管内の阿ぶた郡、石狩振興局管内の千歳市、江庭市、上川総合振興局管内のしむかっぷ村にあたる。ここでは、いぶり国成立までについても記述する。日本初期には、斉明天皇を5年に、安倍平夫が、広報要定に、万ろ、 軍領を置いたとあり、広報要填は、阿タ軍域の要填山付近との説や、古墳の存在や出土品などから、千歳軍域との説もある。一方、イブリについて、荒井白石は、誘仏軍域にあたるとの説を唱えている。また、千歳軍域内では、エゾ政党が盛んであったアスカ時代から、平安時代初期にかけ、茂る梁古墳軍が築かれた。この古墳軍からは、 はじきやすえきのほか、和道海地にや律令時代の6位以下の異界を示す、帯金具などの副葬品が発見され、構造も石狩国札幌軍の江別古墳群や、北東北の終末期古墳と同様の群集墳である。その他、千歳軍域では、校長十二世の一つで、平安時代に流通した流兵エ宝からが、現在の江庭市の茂る領八遺跡から、同じく、 富寿新報などが、現在の地と接のうさくま遺跡群から出土している。当時の胆振国域では、殺門文化が栄えていたが、後の10世紀中央に、お島半島の日本海側では、殺門文化と本州弾き文化の、混合的文化である、青苗文化が成立した。青苗文化の人々は、殺門人の側に貴族意識を持ちながら、 北海道西部と東北北部との間の交易に携わっていた。鎌倉時代の文献、諏訪大明人絵言葉から、中世の絵図には、火の本、金子、私等という三つの集団があったことが知られているが、そのうちの私等は、考古学者、瀬川拓郎の推察によると古代青苗文化人の、光栄であった。道南の住民であったと考えられる私党の、 活動範囲は、お島半島周辺地域であった。また、火の本については、北方の諸民族とする説もあるが、近代地京介の推定によると、北海道太平洋岸の住民であった。鎌倉幕府は、恵比寿島について、当時の日本国の外部でありながら支配権が及ぶ。 地域として位置づけ、エゾの子孫を自称する、津軽安藤氏を、エゾ管令の代官として、エゾの管轄を担わせた。南北町から、室町初期には、本州日本海沿岸と恵比寿島を結ぶ、交易の要衝であった十三港に寄った、下国安藤氏が、日本海海運の商品流通に、多大な影響力を有する武装した。 解消的豪族として活動し、火の本将軍を称して、県政を張っていた。火の本将軍は正式な官名ではなく通称であるが、火の元と呼ばれた地域を支配する権力者を意味していたと考えられる。室町時代に入ると、応仁の乱のちょうど10年前の交渉3年、長禄元年に、古社マインの戦いが勃発、イブリ国域のほぼ全域でも、 和人と和妻恵ビスによる戦いが繰り広げられた。この時、平安時代に創建された薄軍域の善光寺や、滅別軍域の勝田神社なども荒廃した。後代に成立した正木藩の師書、白木の記録によると、古社マインの戦いのきっかけとなった事件の起こった1456年から1525年に至るまで、断続的に繰り返された一連の騒乱によって、 それまで東は、数川、西は、与たえ市までの範囲に居住していた和人たちの多数が、殺され、生き残った人々は、正木と天下に集中するようになったという。これらの戦いの一方の当事者である道南の、関主らは、後世の正木藩の文献では、私党と,と呼ばれており、元北海道開拓記念館学芸員の解放、ミネオは、古社マインの戦いは、江戸の一派である。 私党と他の二集団との戦いであったと解釈している。ただし、白木の記録では、私党は、源の頼朝の欧州合戦の際に、北東北から恵比寿島に逃げ渡った人々や、鎌倉時代に恵比寿島に流刑された強盗などの子孫であると記されているが、入りまだのは、この時代に、道南の干守僧の構成員として、主に活躍したのは、 元は15世紀半ば頃までに恵比寿島に渡った北、東北の土豪や浪人衆であったと指摘している。菊池伊さんは、私とを、日本人や中国人が混在していた東、シナ海の和光に比して、当時の道南では、和人とアイヌの間に、和光的状況が成立しており、私等は、アイヌとも、和人ともつかぬマージナルな存在であったと論じた。 このような和人系、アイヌ系の両族的集団であった私党は、古社マインの戦いに代表される。この戦乱の時代に、和人かアイヌのいずれかの勢力に取り込まれていったと、想定される。また、15世紀に、本州からエビス島に進出して、道南の交易体制に侵食した和人の商人的、武装集団が後に自ら、私党を名乗るようになり、その一方で、 元来の私等は、最終的に和人と同化した、とする旭川市博物館、元館長の瀬川拓郎の意見もある。江戸時代頃になると、正木藩によって、正木藩家臣が、蝦夷の人々と交易を行う十箇所の場所と呼ばれる、事業地が開かれ、各地に、交易の中心地や正木藩の出先機関である、雲ん屋が置かれた。アイヌの人々は、 百姓身分に位置づけられ、部育政策お武者の際、置き手書の伝達のほか大人、小遣い、土産取りなど役絵ぞの任命や淵米の支給なども行われた。制度的な詳細は、商い場地行政及び場所受け追い制を、漁場については、北海道における二芯漁師を参照されたい。後に置かれた軍との相対は、下記の通りである。江戸時代から、 明治時代初頭にかけてのイブリ国域の交通について、陸上交通では、沿岸部に一部地形が険しく、道が途絶える箇所があり、船に乗り換える区間があった。完成年間になり、山越軍と阿ブタ軍の境を越えるおしゃまんべ、アブタ間の道や、室蘭滅別間の道などが改作され、都東国の函館から、道東や千島国方面に至る陸路がつながっている。また、 文化年間には、幽仏から千歳に至る千歳津が、安政四年には、尻べし国小樽郡の千箱から、石狩国札幌郡を経て、千歳に至る札幌越、新道などが、幽仏場所受けを委任、山田文衛問らによって改作され、太平洋岸と日本海岸を陸路で結んだ。千歳津や札幌越振動は、札幌本堂や国道36号の前身に当たる。 また、イブリ国内の河川には、半生時代から廃止地検までの間10カ所の都船場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、機内や大湯の日本海側など道外方面との間に北前船の航路が開かれ、室蘭や苫小牧などにも寄港していた。江戸時代初期の関越17年、内浦湾対岸にあたる、都島国域の駒ヶ岳が、 山体崩壊し大津波が発生、イブリ国域で多数の犠牲者が出ている。この時の駒ヶ岳の大噴火は、官営の大飢饉にも影響を与えている。昭法元年には、イブリ国域を含む商法奥に絵図が作成された。漢文9年6月、日高国域を中心に起こった、釈迦院の戦いにより、イブリ国域内でも多数の和人が殺害された。 エゾの軍勢は、正木に向かったが、山越軍域訓いでの合戦で鉄砲を主力とする、正木藩に敗北し、形勢は逆転、後に平定されている。元禄13年、正木藩は、エゾ地の地名を記した、正木統合庁を幕府に提出し、昭徳5年には、十州島、東府都市、出布課諸島、観察課は、自販料と報告。 その他、イブリ国域では、古くから、火山活動が盛んである。アブタ軍域のウス山は、漢文3年、明和6年、文政5年、火影6年の噴火が知られ、特に文政5年の噴火では、火砕流のためアブタの集落が全滅、甚大な被害を受けた数の犠牲者を出している。有仏軍域土地と瀬域にまたがる樽崎山は、漢文7年、元文4年、 文化元年の噴火が記録に残る。また、万景温泉やもがみ徳内の江戸蔵史にも記された上別温泉などが古くから知られている。江戸時代後期、イブリ国域は東江戸地に属していた。国防のため、関西11年島江戸地は、抗議御領とされ、翌12年には、八王子千人、同心千人島、函館奉行支配長駅、 原種厚の弟、晋助の一が移住し、現在の苫小牧市の基礎を築いた。また、京和元年には、山越え内石書が設けられた。これは都東国亀田軍から移転したもので、蝦夷地への武器の持ち込みなどを取り締まる、国内最北の石書であった。同年、井上忠だが沿岸部を測量し、後に大日本宴会予知全図も作成された。 文化4年以降全英ぞちのアイヌ人の、宗門人別改め町が作成されるようになる。文化10年函館へ向かう高田や貨幣を乗せた、ディアナ号が室蘭に寄港。文政4年には、一旦、正木藩領に復し、高下2年と3年に、松浦武四郎が訪れた。安政2年再び抗議五領となり、滅別異性は、南部藩が、白尾伊藤は、 仙台藩が警護を担当した。この時、南部藩は室蘭軍域とヤムクシのお社ゃまに、仙台藩は白追にそれぞれ陣屋を設けている。安政3年から同5年にかけ、函館奉行所の役人となった松浦武四郎が調査のため再びイブリに足跡を残した。安政6年の六半分量以降、一部が、 南部藩領と仙台藩領であったが、他の各藩系ご地は、抗議御領のままであった。母親戦争時、江戸会場後成立した江戸共和国に開拓奉行が設けられ、室蘭に250名が移住し、函館戦争終結まで開拓と守備を行った。慶応4年4月12日、函館裁判所の管轄となった。寺院は、比叡山の僧、円人が、 平安時代の天朝三年に解散したと伝わり、江戸時代には、江戸三観寺の一つとされた、薄禅光寺がかつて、薄郡の一部だった、伊達市にある。このほか文青年間に、山越え内に建立された、阿弥陀堂を起源とする山越郡の円融寺や、室蘭郡の上昇山、万光寺、山越郡の光明山禅道寺などが、江戸時代に建立されている。神社は、 神仏混合時代に往来した和人が、地元人と共に放祭したと伝わるかった神社、江戸時代初期に建立された、弁天堂を起源とする千歳神社や、完成年間にはすでに存在していた王臼、山の神社など、下記のものはいずれも江戸時代以前の創建である。旧社格は、千歳神社が豪社である。胆振国は、以下の八軍で構成された。 分量支配時、薄群、室蘭群、幌別軍の3軍は、仙台藩資領、明治5年の調査では、人口6251人を数えた。ありがとうございます。